かかりが離れまますスタートしましたバラバラのスタート7番ムージャンが好スタートを切りましたそのまま7番ムージャン先頭に立ちます同枠8番ブーケドボワが2番手3番手外9番森のレッドスター ここで先頭を入れ替わってブーケド・ボアに変わりました4番手13番ルージュベルベットインコース3番エリカ・バリエンテを抑えながら直後差がなく5番パロサント1番クリノソレイユが続きます向正面の中ほど12番アルセナウはその後ろ外目を追走中段の外先頭までは78馬身です2番北のバリュー11番ノブホワイト後方 3、4頭目のグループが1段です、14番ノーマジック、6番ビルマチーク、3コーナーカーブ、内は4番のダイタジェネシス、最高峰10番のミランダースールです、14頭、これから3、4コーナー中間に差し掛かります。黄色い帽子2投先頭2番手残り800 7番、ムージャンわずかに先頭並んできた8番のブーケドボ・ボは2頭が並んでこれから4コーナーに入ります3馬審査の3番手単独9番森のレッドスター13番ルージュベルウェット4番手4番手に接近12番アルセナールが進出しています4コーナーカーブ直線コースに向きましたその後からは大外は11番ノブホワイト直線コースの攻防です黄色い帽子2頭ムージャンブーケドボ・ボは依然並んで残り400坂を上ります3番手、2馬審査で 森のレッドスターが前に遠い接近その2馬身後ろ現在4番手が12番のアルセナール内は1番のクリノソレイユ食い下がっているここで先頭9番森のレッドスターに変わって残り150です2番手は8番ブーケドは12番アルセナールアルセナールが2番手に上がって先頭を追っているリー,ドリード1馬身で9番森のレッドスターを捉えてアルセナール先頭に変わってゴール最後坂を上りきってからは一気の足12番アルセナール